LDH 史上最大規模のオーディションアイコン Z。 この番組ではそのオーディションを密着。ヘルリーグおめでとうございます。一部始終、報告も受けてるし、みんなの、パフォーマンスとかも見させてもらって、なんかできることないかなって探してて、まあ、レッスンっていうか、まあ、いろいろちょっとみんなでやりたいなっていうのも、思ってたので、そういう機会もつけてもらいました。楽しい時間になればな、まずは、と思っているので、よろしくお願いします。お願いします。今日、覚えてきてくださいっていう曲があったんですけど、覚えられました？はい。まあ、映像で見て覚えるっていうのはなかなか難しいんですけど、まあ、今後みんながなんかアーティストになって、まあ、スケジュールもすごい忙しくなっていったらリハの時間もそんな取れるわけではなくなってきて、もうどん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 こうダンスに費やす時間が減っていく中でパフォーマンス力を上げなきゃいけないっていうすごい大変な作業になってくるので、ちょっとみんなに宿題みたいな感じで出させてもらったので、ちょっと一回それをみんなで、できてなくてもいいんで、ちょっと踊ってみましょうか。はい、お願いします。ビットマティックルーナーズ、すごい歴史があってさ、もともとズーっていうグループが作った振り付けで、時代とともにこう変化していった動きとかもあって、例えばもうこういうのってなんかこういう、これがなんか最初のズーの動きなのがこうなんだけど、今のEXILEのメンバーってこれが主流になって、理由がステージが広くなればなるほど、その規模感がでかくなればなるほど大きく踊ろうってなっていくんですよ。そうするとだんだんこうじゃなくてこうなってくるんですよ。あと最初のぐるぐる、どうやって回る、先頭で回るとするですね。だからこれを松さんの中でのやり方がポンで回るよっていう合図と、あとマッサーの回り方ってこうこっち向くんだよね、こうじゃなくてこう向いてこっちまで行ってこう帰ってくる。一番綺麗に大きく見えるのはどうなんだって研究してた分そうなってるんだと思うんです。なのでなんかそういうのとか、どんどん教えるんで、どんどん盗んで、やってもらえたら。クルーナーズ、はい、はい、クルーナーズ、これはちょっと待って、ジャイアント、ありがとうございます。皆さんがこの合宿で習った曲全部入ってます。明日武道館でライブです。自分たちの持ち曲はこれしかありません。ここのホワイトボードにセットリストを作りましょう。1曲目をどうしたいかから最後は何で終わりたいか、自分たちの一番見せたいその歌、自分たちの持ち曲をどこに置きたいかっていうのを考えながらセットリストを作って、でちょっと練習してみんなに発表。最後です。
こんな最後あるかこれスローやつだこれめっちゃ良くないかっこよく始まって一回盛り上げてしっとりさせて俺らの色を出して楽しんでほしいこれめっちゃいいもう決まった次ダンスレッスンってもちろんねスキルのもんあのダンスレッスンもあると思うんですけど、まあ、アーティストを目指す子なのであのライブの作り方セットリスト作るのもグループだし自分だけの意見でもないし考えながら作り上げていかないといけないっていうところをですね今日は感じてもらえたのかなっていうふうに思ってます。頭に入れてほしいのはなんとなくのテーマ自分たちがどう見せたいのかと例えばこういう照明がいいんですよとかこういう炎を出したいんですとかっていうのをなんとなくイメージして1曲目とか決められるとその後はなんかじゃあこうだよねああだよねっていう話になっていく。短時間でこれを作ってもらったんでもちろんね見えきんない部分たくさんあったと思うんですけどこれを、一つの経験として本当にステージに立つ時に思いっきりかましてそのかますための準備をみんなですっていう風に感じてやってほしいなっていう思います。いつか一緒のステージに立てる日が来ると、嬉しいなと思います。はい、そのステージで待ってます。はい、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。